俺だ。信濃川漁業協同組合のところで鮭のつかみ取りがあるのでやってみたいと思います。でもあれ大きいじゃん。あれから鮭が泳いでます。これをこれから捕まえたいと思います。でかいの後ろでかいよな。そいつでかくない？そいつでかいでかい。あ、よくよく見てね。あ、くそ、うん、あっち行った、うん、やめてそれ。それなの？これどう？え、それ？これどう？これどうする？こっち来いで。これする？うん。いや、もう一匹目それだな。大きいじゃん。うん。はい。取ったぞって。はい。はい、取ったぞって。はい。はい。お、取ったよ。よし。おお。こっち見して。お、すごいね。はい、オッケー。はい、はい。おばあちゃん、こっち見て。おばあちゃん、こっち。おばあちゃん、こっち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 。こんにちは。はい。今からおばあちゃんが作ったものを紹介します。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、紹介してください。はい。おばあちゃん紹介して。ニワトリに鳩にあの魚あのお花すごい。つまみえって言うんですか、これ。はい、つまみえって言う。すごい、これ手作りで。このココもね、すごい、ね、先生やってました。すごい。で、このにこれは人形も全部そうなんだ。これこれをおばあちゃんが全部紹介しちゃってね。おばあちゃんこれもう YouTube に載るからすごいよ。新潟のみんながめっちゃ見るよこれ。これこれも撮ってね。すごい。あ、おばあちゃんそれはと、あ、それダメなんですね。あ、こっちね。あ、そっちね。
あ、こっちね、あ、そっちね、あ、そっちね、ごめんなさい、そっちね、あげ捨てたから、すごい手作りで、どれぐらいかかるんですこれ。これもこれもそうですね。どれぐらいかかるんですか。どれぐらいかかるんだって。作るのに結構かかる。1ヶ月か2ヶ月、すごい。で、このこっちのお米、はい、すごい、これも手作り、すごい。はい、誰からもらったんですか。誰から、これ山口県ボランティア振興財団宇部市からもらいました。これはあの長いからね、長かったからね、うん、すごい表彰された、うんうん、展示のね、うん、教えをね、それ、うん、ごめんね、いえいえ、ありがとうございますいい笑顔、素敵。おじゃあ新潟の皆さんに長生きしてください、はい、長生きしましょうね。はい、はい、何歳ですかおばあちゃん。はい、何歳おばあちゃん。92歳です。わあ、よっしゃ、今度一緒に新潟行こうね。はい、はい、アルビレックス新潟を一緒に応援しよう。行きましょう。行きましょう。デートしようね。はい。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんにちは、神田です。今日は土曜日にアルビレックス新潟と対戦する FC 東京について詳しくお伝えしていこうと思います。今シーズンは2年目のアルベル体制でスタートした FC 東京なんですけども、成績が伸び悩み、J1 第15節から第17節にかけて3連敗を喫す。クラブは監督交代を決断し、新指揮官に清水や山形などで指導歴のあるピーター・クラモフスキー監督を招集。クラモフスキー監督が就任しての直近3試合の FC 東京の成績は2勝1分けと成績が浮上。特にアルベル監督体制での平均失点が 1.7 に対し、就任直後3試合は無失点を継続。その他にもショートカウンターや相手陣内でのボール奪取におけるスタッツが向上したと思います。クラモフスキー監督がどのような手腕で FC 東京を立て直しに図ったのか、そこを中心に今日は話していこうと思います。アルベル監督の時はワンアンカーを置く4-3-3を採用していましたが、就任した当初はクラモフスキー監督が就任してからはと言ったらいいんですかね、4-2-3-1を採用、まあ新潟と一緒のシステムを用いています。ですけどもここ2試合の横浜 FC 戦、広島戦では4-3-3のシステムを使用してきているので、新潟と対戦するときに、まあ、どちらのシステムを、まあ、使ってくるのかなと思うんですけども、まあ、ですけども横浜 FC、広島ともに、まあ、3バックのシステムを採用しているチームなので、まあ、そこで FC 東京は4-3-3を、まあ、採用してきたんじゃないのかなと神田は思います、まあ、なので新潟戦では4-2-3-1を採用してきて、ミラーゲームの展開になるんじゃないのかなと予想をさせていただきます、まあ、このことについてはまた明日の動画でサッカーボードを使いながら、まあ、詳しくお伝えしていこうかなと思います。 FC 東京は4-2-3-1のシステムを使うようになって、後ろのディフェンスラインのビルドアップが安定していったというところが一つ大きな要因、チームが立て直した、一つの要因だと思います。ワンボランチからダブルボランチに変更したことで、前線にクリーンにボールを届けることができるようになっていっているんじゃないのかなと、なったんじゃないのかなと神田は試合を見ていて思います。そして二つ目は縦に速い攻撃を意識していると思います。ボールを奪ってからの3本以下のパスでのシュート回数がアルベル監督の時は1試合平均が
1.88 本に対してクラモフスキー監督では3本と増加しているんですよね。ここは明らかに数字というかシュート本数が増えていることはスタッツを見ていてわかります。まあ、神田が思うにアルベル監督では目的と手段のズレが多少あったんじゃないのかなと思うんですよね。クラモフスキー監督になってからは今は目的が縦に早く時間をかけずに攻撃ということになりより明確になっているんじゃないのかなと思います。そして3つ目は強度と守備戦術が非常にはっきりとしていると思います。敵陣ではハイプレスを徹底して前から行った時に後ろが連動できていなかったらスペースを与えるだけになっていましたが全体がマンツーマン気味で相手選手を捕まえられているところが変化したんじゃないのかなと神田は試合を見ていて感じます。また敵陣だけではなく自陣ゴール前でのクロス対応でも2列目から出ていく選手には必ずボランチがついていくという決まり事がしっかり約束事として決まっていてそこを徹底してやるそこを徹底して約束事を守るということを非常に感じます。クロスの時に2センターバックと逆サイドが3枚を作ってもう1人のボランチがボックス手前まで必ず戻る3枚プラス1という形をしっかり作ってクロスの対応をしてきてます。まあ、この辺の約束事がしっかり、できた守備の約束事ができているからこそ、まあ、失点が少なくなったんじゃないのかなと、やることがはっきりしたことでまたね、失点数が少なくなっていっているんじゃないのかなと感じます。で FC 東京の選手たちに約束事が組み込まれているから判断が早くなって強度が高くなりハードワークができなければクラモフスキー監督の下では試合に出場できない。その中で戦術が明確だからこそこれをやればいいということで全体のインテンシティの高さが生まれているんじゃないのかなと思います。ボールを大事に持ちながら相手を押し込むサッカーを志向としていたアルベル監督とは違い FC 東京はそこまでポゼッションに固執しないサッカーをやっているんじゃないのかなと思います。クラモフスキー監督になってから山形の時みたいにもう少しゴールキーパーからつないでくるサッカーをしてくると思っていたんですけども結構シンプルに前にね前線に蹴ることが多いんですよね。まあ、対戦相手に、ね、よって、もしかするとこう対戦相手によって、まあ、使い分けてるんじゃないのかなと思う部分もありますが本当にシンプルに前線に当てていくでシンプルなボールを、まあ頂点にいるディエゴ・オリベイラ選手に向けて当てて収めてディエゴ・オリベイラ選手がキープできると思ったらその間に川田積田選手や渡辺龍馬選手、安倍選手といった選手がどんどん、ディエゴ・オリベイラ選手を追い越していくそうして相手チームを押し込みその状態で奪われても素早い切り替えから即時奪回を徹底してやるという高い位置での二次攻撃を続けて攻撃を途切れさせないようにしていくというのが FC 東京の一つの狙いだと思います。とにかくクラモフスキー監督 FC 東京のサッカーはどれだけ時間を敵陣で過ごすのかという部分にかなりこだわりを持ってやっている印象です。そして FC 東京は終盤になっても足を止めずクオリティが落ちないところも FC 東京の、まあ、いやらしさというか強さの一つだと思います。疲労が見え始める後半残り20分過ぎでもクリアを拾った相手選手に対して3人がかりで素早くプレッシャーをかけボールを奪ったところでファールを誘発するプレーをしてきたりします。まあ、この辺が本当にいやらしいプレーと言ったらいいんですかね。走行距離でも相手チームを大きく上回る試合もあります。
前線の選手がハイプレスをかければ後ろの選手はしっかりと連動しハイラインを保ち続けます。 FC 東京の両センターバックが前向きの良い守備からカウンターにつなげる場面が本当に多いです。先ほども言いましたがアルベル監督の時に比べて前向きの守備からいい形でボールを奪って縦に速いサッカーをしてきます。そこがクラモフスキー監督に代わって攻守における縦への意識がかなり変わってきているんじゃないのかなと思います。まあ、おそらくアルベル監督時代に何本かつなごうと思ってゴールキックからやってもあまりうまくいかないというイメージがもしかすると選手の中であったんじゃないのかなと思います。それよりかは前から来ている相手を裏返すということをした方がいいんじゃないのかなというある意味割り切りができたことで試合中に試しながら今日はこっちの方がいいんじゃないのかなと今日はビルドアップ丁寧に繋いだ方がいいんじゃないのかなと、まあ、そういったことを、まあ、選手がピッチに、いる選手がしっかり判断しながらできているんじゃないのかなと思います。はっきりしたプレーをすることでシュートとかクリアのセカンドボールも拾いやすいと思いますしそうやって自分たちのいいところを出せているんじゃないのかなと思います。今の FC 東京ははっきりしたプレーを象徴するスタイルです。アルベル監督のもとボール保持に意識を注ぎすぎた FC 東京が忘れていたものを思い出すサッカーをして今躍動しているように神田は見えます。クラモフスキー監督は何か特別なことを仕込んだわけでは決してないと思うんですよね。まずは今のチームで何ができるのか何をすべきなのかということを、まあ、埋もれかけていた根本的な部分って言ったらいいんですかね。それを再び、まあ、クラモフスキー監督が掘り起こしたと思うんですよね。そうした中でクラモフスキー監督が繰り返し口にしているハードワークは貫いてくると思います。 FC 東京の試合を見ていて全員が主から攻こうから死という切り替えを早くやっていますしカウンターを受けても戻れる選手は絶対サボらず戻ってきます。一つ一つのプレーにこだわりを持って FC 東京の選手全員そして監督スタッフがこういうサッカーをやるんだぞということを、掲げてそのために走るボールを奪う前線にボールを運ぶそういった役割が今明確になっていると思います。まあハイプレスで来る、まあ、前回の京都戦に似たようなね、まあ、感じのサッカーって言ったらいいんですかね、まあ、そういったサッカーを掲げてきますので、まあ、新潟としては、FC 東京をどういうふうに攻略していくのか京都戦みたいにロングボールを使いながら、揺さぶっていくのかそれともつないでつないで相手を1枚剥がしてそこから中にそして外に相手を誘導して数的優位を作って攻撃していくのか、まあ、その辺はどういうふうに攻略したらいいのかという部分をまた明日の動画でサッカーボードを使いながらより詳しく説明していきたいと思います。本日はスナック神田お休みさせていただきズーム交流会とさせていただきますので、また金曜日ねちょっと神田が打ち合わせ終わってから、まあ、ちょっとだけライブ配信ができたらライブ配信しようかなと思いますけども打ち合わせが何時に終わるかちょっと分かりませんのでまあするすると言ってできなかったら申し訳ございませんが、まあ、ちょっとの間でも、ライブ配信できたらしたいなと思いますので、まあ、週末ね、次の日が明日その次の日がね大事な FC 東京戦になりますので選手同様皆さんもねしっかりコンディションを維持してかなり寒いらしいんでですね新潟は本当に体調万全でしっかり厚着して着込んでね寒さに負けずしっかり現地観戦される方は熱い応援の方をよろしくお願いいたします。
本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。